はい、こんにちは。久しぶりに、ラーメンのレビューの動画です。こちらココイチなんですけど、カレーラーメンがある店っていうのがね、あるんですよ。限られた店舗だけでやってるんですけども、大阪市内だったら3店舗あるみたいなんですが、このようにココイチのカレーを使ったカレーラーメンが食べられるお店っていうのがあります。で、今日はここでですね、僕はこのつけ麺、魚介カレースパイス香るつけ麺をいただいてきました。並盛りがこんな感じで特製スパイスがついてきます。まあ見た目はね、まあ普通の、つけ麺みたいな感じですけど、スープがカレースープ、ココイチのカレースープになってます。ではいただきます。まずはですね、つけ麺の礼儀としてはやっぱりね、麺からいただく。麺だけをまず食べてみたんですけれども、これがね、まあ、なんていうんですかね、特に特徴のない、まあ、つけ麺のお店だったら、ね、結構ね、その小麦とかの香るつけ麺だったりするんですけども、特にその辺はですね、シンプルな麺でした。でカレースープはね、やっぱね、ココイチのカレーでした。ちょっと甘い感じの、甘いけどその奥でスパイスが効いてるっていう感じのカレースープ。あのココイチのカレースープで、つけ麺でした。で、麺をつけて食べてみると、これがね、うまい。美味しくいただけました。まあ、っていう感じでサクサクね、こう食べちゃったんですけれども、食べやすい。もともとココイチのカレーっていうのがね、やっぱ食べやすいカレーになってますんで、そういった意味では食べやすかったです。で、特製スパイスね。で、これがね、すっごいやっぱ香辛料効いてるんですよ。はい、で、実際、まあ、結構僕思い切りかけたんですけど、辛くなるという感じはなかったです。どちらかというと、そのカレーの味自体が大人っぽい味になるっていう感じ。うん。いろいろ複雑な香辛料が効いてるっていう感じで。で、今日はですね、まあ、寄ったお店っていうのがですね、まあ、車でしか行けないようなところで、たまたまその通りかかって、車で通りかかった時に、あ、カレーラーメンって何と思って、それで入ってみて、僕知らなかったんですけど、後で調べてみたらですね、すべてのココイチでね、やってるってわけじゃないようです。はい、っていう感じで、最後まで美味しくいただきました。はい、ごちそうさまでした。で、本日紹介したこちらお店がですね、ココイチの宮古島インター店となります。なので、車でのアクセスじゃないとね、ちょっと行きにくい。歩きだったらですね、ちょっと行きにくい場所かなと思いますけれども、もしも気になりましたらですね、また概要欄にね、リンクの方また貼っておきますので、そちらの方をチェックしてみてください。本日もご視聴ありがとうございました。よろしければ他の動画もチェックしてください。